ジャースパルと申します。おはようございます。来週はバレンタイン2024キャンペーン、新レシピも発表されて、さらにフィールド選び迷っちゃうよという方もいらっしゃるかななんて思います。今回無課金プレイヤーパルがどうやってフィールドを決めるのか、そういったお話ししていこうと思います。皆様のフィールド決めの参考になることが少しでもあれば幸いです。それでは参ります。ということで、バレンタイン2024キャンペーンのフィールド決め、パルはメインアカウントは若草本島、サブアカウントはシアンの砂浜に行こうと考えています。とはいえね、めちゃくちゃ悩みましたので、その経緯お話ししていきます。まず今回のイベント、料理がデザートドリンクで固定となり、さらにエナジー 1.5 倍となります。つまりデザートのレシピレベルを上げるのにうってつけなイベントなんですよね。以前木の実エスカン対 VS 村チョミサラダの回でもお伝えした通り、レシピボーナスとっても強力です。この点を重視する場合、フィールドボーナスが高いフィールドに行くというのが有効ですね。料理にはフィールドボーナスバッチリ乗りますので、この1週間はフィールドボーナスが高いところに行って、料理中心に立ち回り、レシピレベルを上げる、非常に手堅い選択肢だと思います。この観点で考えると、パルの場合は若草本島が有力です。メインアカウント 50%、 サブアカ 45% のフィールドボーナスがあります。そしてね、フィールドボーナス一応ネガオ240種で 55%、 290種で 60% まで上がるようになりましたので、まあ行きやすくはなってます。一応、まあ一応ね。さて、料理についてはひとまずこんな感じ。では次にピックアップポケモンたちについて、多くの方にとってね、目玉はこちらかと思います。特に普段出現しづらいカイロスとアブソル、アブソルは特にね、推しポケですという方もよく耳にしておりますので、色違いを狙いたい方、もう若草か卯の花かの2択になりますね。カイロスも同様に若草かシアンかの2択になります。無課金プレイヤーパルにとってはね、この2体やっぱり魅力的ですね。しかも色違いが出現しやすいと。そしてね、ここは皆さんと違うところになるかと思うんですけれども、私動画投稿者、やはりね、このイベント中に色違いのポケモン探したいじゃないですか。そのドキドキをね、皆さんと共有したいっていうのがね、どうしても入ってきます。そんなわけで、ピックアップポケモン的にはカイロス、アブソルが出てくる若草、シアン、ウノハナの3フィールドが有力になりました。ではここまでざっくりと絞り込んだら、デザートのレシピレベル上げとピックアップポケモンたち、本当に必要性があるか考えてみましょう。まずデザートのレシピレベル上げ、メインアカウントはデザートに対応できるポケモンがかなり少ないです。というかデザートの神と呼んでもいいほど強力なポケモン、カカオのカメックス、カカオックスがおりません。しばらくはね、カカオックス不在での攻略を余儀なくされますので、カカオレシピのレベル上げは現実的ではありません。ここでね、カカオ不在だからレシピレベル上げ適当でいいや派と、カカオ不在だからこそせめて今作れるレシピのレベル上げとこう派の2つに分かれるかななんて思います。私は後者。ネロリのデトックスティーと不屈のジンジャークッキーがメインウェポンです。ここのレベルをしっかり上げて、カカオレシピが作れるようになるまでは繋いでいきたいなと考えてます。そしてカカオ担当も不在で、リンゴ担当もリンゴジンジャーのライチュウとリンゴ蜜のピクシーくらいしかおりません。カイロス、アブソル、どっちも助かります。アブソルはね、なんならカカオカカオの子も大歓迎です。そんな状況でありますので、もう全部を総合的に考えて、もうすべて詰め込み欲張りハッピーセットの若草本島に決定いたしました。なんならね、アブソル、ウノハナ雪原でね、一回も見たことないんですよね。なので若草本島のが出るまであると思ってます。知らんけど。さあ対してサブアカ、カカオックスはいるし、ライチュウはリンゴリンゴだし、ミツミツの不思議花と卵卵のデリバードもいるので、デザート集かなり盤石です。願わくばイベントまでに鍋拡張57まで到達して、プリンのプリンアラモードのレベル上げができたら最高だったんですが、惜しくもそこまでは届かず。切り替えてね、悪魔のキッスフルーツオールのレベルをゴリゴリに上げようと思います。プリンアラモードはね、普段使いしやすいレシピでもないですしね。またリンゴ担当はライチュウがいるとはいえ、特に数を必要とする食材でもありますので、カイロス、アブソル、どちらも狙いたいところ。そう考えるとやはり最適なのは若草かなと思います。しかしね、アブソルとカイロスだと虫のフィールドがまだ来ていないという点から、カイロスの方が将来パーティー入りしている可能性あるかなと考えて、また投稿者的にフィールド別々にするのも違いがあって面白いかなという邪念も手伝って、サブアカ若草本島ではなくシアンの砂浜に行くことにしました。
まあね、フィールドボーナスも 30% とそこそこはあるので、まあいいのかなと、そんな感じです。というわけでメインアカウントは若草本島、サブアカウントはシアンの砂浜に決定いたしました。やっぱね、この動画投稿者だからっていう邪念が含まれるところは皆様と大きく異なるポイントかななんて思うんですけれども、それ以外はね、そんなに変わらないんじゃないかなと思ってます。もしね、皆さんの何かの参考になれば幸いです。そんな無課金プレイヤーのバレンタインのフィールドの決め方でした。それではバレンタイン前ラピスラズリ湖畔キャンペーンの朝レポをやっていきたいと思います。ここでね、ヌイコグマの厳選が終われば大爆発ポップコーンのレベル上げをするなんていうのもやぶさかではないんですが、どうぞ。じゃあスパルと申します。おはようございます。本日は2月7日水曜日の朝ですね。200日目が迫ってまいりました。ということでラピスラズリ湖畔キャンペーン2週目なんですけれども、なんとなくね、こう週の序盤にあんまり出会えてない、やっぱりね、こうポケモン数が少ないタイミングであんまりピックアップの新ポケモンたちに出会えてない気がするので、まあ昨日もピックアップゼロで、先週もゼロ、そしてサブアカもなかなかね、こう新ポケモンと出会えていないというところで、今日ね、一体どのような感じになるでしょうか。しかしながらラピスラズリ湖畔2日目でお腹の上根が見られるということで、眠気パワーは1908万1700で参りたいと思います。ミニリュウのお腹の上はリサーチ EXP 的には出るのかな、出ない気もするんですが、ちょっとだけ期待したいところ。さあ、どなたがお腹の上にアーボ、ベイリーフ、ベイリーフは嬉しい。ベイリーフしかも寝顔見たことない。しかも左に不思議そうちゃん、この辺の飴もね、しっかり貯めていきたいなというところ。さあ、290種までこのベイリーフで残り4種、これが286種目になるのかな、となりました。ベイリーフちゃんです。さあ、ベイリーフの星1、伸び根です。いや、やっぱうとうとタイプ、新寝顔が見られるというところでも非常に嬉しい。うとうとですね。ベイリーフの首周りのつぼみからは人を元気にさせる効果があるスパイシーな香りが漂う。もしかすると周りで眠っているポケモンも元気になっているのかもしれないね。そんなベイリーフです。一家に1台置いておきたいベイリーフ。さあ、そしてお腹の上根はリサーチ XP 少なめなアーボちゃんでしたね。やっぱね、アーボのリサーチ XP のこのお腹の上根での少なさっていうのはトップクラスなので、まあ、眠気パワー消費的にもあんまり使ってないんじゃないかななんて思うわけなんですけれども、さあ、左側にもう1体アーボ、残り1体となりました。正直狙いはまだつぼみおわ、ミニリュウおわ、チコリータといったところになるんですが、まだつぼみがいてくれたので、まあよしという感じになりましたね。 OK、 では残りまとめてリサーチしていきましょう。不思議そうとベイリーフあたりの星3寝顔もできれば埋めておきたいところ。あとウツボットもだね、見たいね、実に。やっぱ今まで見られなかった寝顔たちが見られる、その確率が高いのはウトウトタイプということになるんでしょうか。ね、ということで全てのポケモンのリサーチ完了です。なので寝顔埋め的にはでも海竜が全然出てこないからどうのこうのといったところもあるのかなと思います。ということで本日はチャンスどなたにもつかずだったんですが、前回ね、まだつぼみサブレ2枚でお腹いっぱいになっておりますので、ここはしっかりお迎えしてフィニッシュとなります。いやね、サブレに結構余裕があるので、本当に新ポケたち出てきたらもういくらでも使っちゃおうかなと思ってはいるんですけれども、やっぱり意外と出てこない、そもそも出会えないっていうのがこのゲームの一番の難点というか難しいポイントですよね。ということでネロリ博士が遅れて出てきましたね。ありがとうございました。 OK、 ではまだつぼみもそろそろね、育成したいなと思っておりますので、個人的にはお手ぼ狙いなんですけれども、ね、そんなこと出会えたらいいなというところ。ここは今日の1枚ベイリーフなんてどうでしょうか。ベイリーフにしておこうと思います。アーボの飴も結構溜まってきてるよ。さあ、ということで夢のかけらが意外と溜まってきてまして、8万ぐらいはあるのかな。だから鍋拡張もう1回ぐらいはできるんですが、もう10万以上、かけら57にするためには必要というところでありますので、貯めていきたいところ。ということでマダツボミちゃんはレベル13、臆病な子でした。マダツボミね、結構臆病っぽいよね。金スキル1枠目確定していることなりますが、臆病でね、スピードが下がっておりますので SP はかなり控えめとなっています。そしてトマトトマトポテトの子ですね。できればポテト第二食材の子が使いたいところ。元気チャージのレベルが非常に高いです。サブスキル精鋭のドンということで、スキルレベルアップ M、 さらにリサーチ XP ボーナスと金金できた、そんなねことになっております。まあ、リサーチ XP ボーナスは今のところ使い道に薄いということで、
ちょっとね、優先するスキルではないのかなといったところでした。まだつぼみ厳選も頑張ってね、続けていきたいかなと思います。ありがとう、まだつぼみ、よろしくね。さあ、というわけで戻ってまいりまして、来週は若草本島とシアンの砂浜に行こうと思います。実はね、こう最初は両若とも若草本島に行こうと思ってたんですよね。でそのつもりで考えてたんですけど、やっぱね、違うフィールドに行く方が発見があるかななんて、面白いかなって思って、まあ、そんな邪念によりサブアカシアンの砂浜に変更しました。ちなみにこうイベントが発表された時、漠然とシアンが一番いいのかななんて思ってましたね。やっぱりこう無課金最大の味方となってくれるのは、まあ、くれそうなのはミツリンゴのカイロスとラピスラズリで活躍できるチコリータなのかなと思ってまして、あとはね、こうカメックスとかプクリンとかピクシーとかニンフィアとかデザート向きでシアンの砂浜に適性のあるポケモン、かつ育ててる人も多いのかなと思って、シアンがおすすめですっていう動画になるのかななんて思ってたんですけど、今回一応その適性のあるないとかよりはフィールドボーナス高いかどうかの方が、まあ、イベントの恩恵を考える意味では、まあ、そっちの方が大きいよなと思いまして、まあ、あんまり考慮しませんでしたね。気持ち的にはね、適性あるとこに行きたくなっちゃいますよね。まあ、現にサブアカシアン行くんですけれども、でこうサブアカね、デザート州が得意なのでカイロスもアブソルも重要じゃないという意味では、一層ラピスラズリもありかなって思ってたんですよね。睡眠タイプごちゃ混ぜリサーチだし、こう新ポケを探しつつ料理のエナジーが伸びるので、マスターさんのお香も狙えたりしそうだななんて。でもね、これはやっぱりカイロスアブソルの色違いを引きたいっていうね、ロマンにより却下となりまして、で若草本島なんですけど、本当にこれいわゆるなんだろう、微粒子レベルの可能性みたいなやつなんですけど、あの新ポケのお香ってバレンタインキャンペーン中は若草で使える設定なんですよね。2月19日の13時まで使えますって発表があるんですけど、でこういつもイベントの前って若草本島で一足先にゲンガーが出現したりとか、グレイシアが出現したりとか、ヌイコグマが出現したりとかしてたじゃないですか、今まで。だからもしかしたら本当にめちゃくちゃワンチャン、まだミニ竜ラルトスヌイコグマ出てこないかなってね、ちょっとね期待してるんですよね。まあね、めちゃくちゃ淡い期待なんですけど、なんかこうね、更新データが来るまでの火曜日とか水曜日くらいまでは出てくる可能性ワンチャンあればいいななんて思ってます。まあね、こうハロウィンピカチュウのお香は使えるけど、ハロウィンピカチュウ出てこないみたいな風になってるので、その辺設定次第ではあると思うんですけれども、今までってこう先んじて出現したっていう例はいくつかあると思うんですけど、後でも出てきた例ってあるんでしょうかね。もしねご存知の方いらっしゃったら教えていただきたいなと思います。まあね、そんなあれやこれや考えて、結果的に若草本島とシアンの砂浜行くことにしました。こうフラワーギフトマカロンで卵の需要が増えたので、雪かぶりだったりデリバードを探しに宇野花へ行こうとはちょっとね考えませんでしたね。基本的にこう卵が大量に欲しくなるのって、まあ、マカロンとプリンアラモード、この2つだと思うんですけど、特にマカロンは料理特化の人じゃないとちょっと無課金で作り続けるのは難しすぎるので、まだしばらくいいかなと。でカイロスがゲットできたら親子愛カレーの需要ができるかなと思うので、まあその後卵のことを考えるのはその後でもいいのかなみたいな気持ちです。逆に今ね、料理特化の人ってデリバードが一番欲しいまであるんじゃないでしょうかね。こうブースターだったりグレーシアもミルクとカカオ持ってこれますし、マカロンとの相性いいですよね。という感じですかね、バレンタインのフィールド決めについて考えてたのはこのくらいかなと思います。ぜひね、皆さんがどこに行くのか教えていただけましたら幸いです。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッと押していただけますと動画制作の励みになります。本当にいつもありがとうございます。助かってます。それではバレンタインキャンペーン、皆様が色違いのポケモンたちと出会えることを願っております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。